マクタさん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回も動画の方をいただきましてありがとうございます。動画を評価する前に2つね、ちょっとお伝えしておきます。1つは画面全体がちょっとね、暗いかなっていう感じがするんですよね。暗いっていうのはこの光があんまり来てないっていうのもあります。私の部屋明るいでしょで、明るいのもあります。あの、明るい暗いもあるんですけども、この表情とか話し方ですよね。ちょっとね、ハイテンションだと思えるぐらい演技するぐらいの方がいいですね。ワンオクターブ上げて、ちょっと声をね、大きめに相手に突き刺すようにね、お話した方がいいと思います。カメラまで の距離が30センチぐらい私あるんですけども、この30センチじゃなくて10メートル先の方に話すような形じゃないと、実はね、あのカメラの性能によっては音を拾わないんですよね。で、何言ってるか分かんないなとかね、ボソボソだなとか、あと抑揚がなかったりする。抑揚がね、低い声で話したり高い声で話したりとかね、こういう風に歌うように話していくと聞きやすいってことになりますので、これを意識してお話ししてみてはいかがかなと思います。ちょっとまとめますね。まず、あの画面を明るくすることと、声のトーンをちょっと上げてみてですね、こう歌うように、カラオケとかで歌うじゃないですか、歌うように声を届けてみてください。そのようにしていただいて、まあ、10メートル先の人とね、会話するような形でちょうどいいかなと思います。これね、ほとんどの方が本当声聞き取りにくいんですよ。声聞き取りにくくって、私のパソコンのボリューム普段6なんですけども、60とか70に上げないとほとんどね、皆さんね、聞こえないんですよ。で、海老名のアメリエさんはしっかり聞こえるんですけどもね、他の方もまあ聞こえる方は結構聞こえるんですけども、うん、全体的にちょっと声がボソボソってっていう感じかなと思います。そうなると、人を楽しませる動画とかね、喜ばせる動画じゃないと、人をつまんなくする動画とか、つまんないとは言わないんですけども、あのちょっとね、テンションをなんかを引っ張られちゃうみたいな動画はもしかしたらリピートしてくないかもしれないんで、なんか話す内容よりね、話し方の方が大事なんですよ。伝え方の方が大事なんですよ。どのように知らせていくか、どのように話していくかっていうのが、実はね、内容よりも大事だったりするわけなんですよね。はい、ではここからですね、投資についてのちょっとお話しようかと思います。よくね、なんて言いますかね、貯金なんかするなとね、投資をしろっていう方いますけども、そういう人に限って投資で勝ってなかったり、投資を教えることが下手だったりするわけなんですよね。で、あの貯金をね、するな、投資をしろっていうんだったら、やっぱり今度はね、借金の仕方を教えてあげないといけないですよね。投資をするには、あのやっぱりいい借金と悪い借金 の見分け方も大事なんですよ。この借金のスキルがあると、自分が元手がないのに借金をすることによってリスクヘッジができるんですよ。借金って実はね、大きなリスクヘッジですからね。特に今の時代みたいなマイナス金利になると、借りた方が儲かるって現象なんですよ。まあ我々一般人に対してはね、そういうことにはならないと思いますけども、基本的には借りたら利息をくれるっていうね、そんな変な話なわけなんですよね。だから、この辺のなんでそうなるのかってことをきちんと理解することと、人に伝えていくことができれば、いい借金のスキルが身につくということになります。はい、それでね、リスクヘッジっていうものですね。和久田さんのリスクヘッジは会社を勤めること、それは本当にその通りでございます。いきなりね、会社を辞めて独立だバーンっていう風にやるのは私も良くないと思います。まずは会社というものにしっかりと勤めて、お給料をもらえる環境、要するに毎月毎月決まった金額もらえるじゃないですか。これっていうのは私も同じことやってます。というのは FX で毎月毎月同じような金額、同じじゃないですけども、大体悪くても20万、良くて40万弱、こんな感じでもらえるようにしてるわけなんですよ。で、あらゆるものがダメでも FX があれば、まあ、とりあえずね、食うに困らないとかね、いうこともありますし、他の利回り運用の案件でも毎月毎月同じような金額ね、例えば年、あの月間で3% とか 5% みたいなのが振り込まれるようなやつをやってるわけなんですよ。そうするとですね、もうあらゆるところから、あの一定金額ずっともらえるってものがいくつかあるんで、リスクヘッジになりますけども、私最初はね、やっぱり労働によってお金をいただくってものをリスクヘッジにしてました。その主なものが、あのアフィリエイトなんですよ。アフィリエイトってサイト作成をし続けて、アフィリエイトリンクをし続けて、あのリンクをね、あの貼り替え続けるバナーを、その作業がいるんですよね。この膨大な作業、要するに会社に勤めてるの一緒です。本当にこの膨大な作業をして、まあ、200万から300万っていう収入を18ヶ月やってきました。で、投資の方がうまくいきだしたんで、なるべくこの作業をしないようにするんですよ。要するにアフィリエイトの作業って、例えばね、まあ、5時間やるとするじゃないですか。5時間を毎日やって月収100万だとしたら、投資の方は1日に例えば30分ぐらいで同じ金額いけるわけですよ。投資のスキルがついたら。そうなると何が起きるかっていうと、4時間半っていうのが毎日毎日私の自由な時間としてこう返ってくるわけですよね。ですので、金額は同じでもアフィリエイトをやり続けるのか、投資をやり続けるのかっていうと、人によってはアフィリエイトね、月200万とか300万ももったいないって言いますけども、私に
言わせればこっちに時間を使うのがもったいないんでやめたってことなんですよ。で投資の方でも同じような額が作れるようになったんでこっちの労働をやめていった。要するにね、投資じゃない、アフィリエイトは私にとっては労働だったわけですよ。すごい作業があったんで、量産ですからね、うん、でそういう形でやめていったってことになります。はい、ではですね、金持ち父さん貧乏父さんの話になりますけども、じゃあリスクヘッジっていうのは何なのかっていうお話をしていきます。リスクヘッジポートフォリオっていうのはまずはね、あの労働者としてのエンプロイヤーとしての立場があるじゃないですか。最初はこれなんですよ。みんなこれです。ほとんどの人はエンプロイヤーしかないんですよ。でエンプロイヤーをやりながらスモールビジネスをちょっとずつやっていって、月に1万2万5万10万みたいなのにトライしていくんですよ。でこれが安定収入になったら、このスモールビジネスを外注するなり、それから立体的に使うなりしてビッグビジネスに育てていくんですよ。ビッグビジネスにすると毎月1万2万とかね、5万10万みたいなのがやっぱりね、30万50万とか100万200万みたいなのになってきます。当然経費は膨らみますけども、ビッグビジネスが作れるわけですよ。でここまでで、労働をしながらスモールビジネスをしながら、要するにエンプロイヤーをしながらスモールビジネスをしながらビッグビジネスをやってるっていうのが見えると思うんですけども、ビッグビジネスがこけてもスモールビジネスがあるから知名度にならないと。ビッグビジネス、スモールビジネスがこけてもエンプロイヤーがあるから、エンプロイメントがあるから知名度にならないってことですよね。だからビッグビジネス、スモールビジネスがある程度ね、やっぱり年単位で軌道に乗るまで私はこっちのエンプロイヤーを辞めなかったっていうところありますけども、これもやっぱり皆さんのね、暮らしのバランスの中でお勧めすることでございます。で、結局インベスター、今の私の立場っていうのは主に投資の利回りとか運用のね、利益が出てるってことになりますけども、そうなると何が起こるかっていうと、エンプロイメント、それからスモールビジネス、ビッグビジネス、それからインベストメント、この4つを同時にやった状態です。この4つを同時にやってる状態が私の最大のリスクヘッジだなと思ってるんですよ。で、最終的にはこのエンプロイメントがですね、FX にとって変わったんで、本当はインベストメントなんですよ、あの FX ってのは。でも私にとっては作業なんで、FX が労働になったと、E になったってことです。 FX ってのは私は一定時間毎月投入すれば、だいたいどのぐらいの金額の利益が生まれるかってのをだいたいつかめてきたんですよね。だからこれはサラリーマンの収入と私は一緒だと捉えてます。で毎日やってます、やめません。で YouTube もそうです。 YouTube はどっちかというと収入のためにはやってません。楽しいからやってるんですけども、でもね、毎月の固定収入がだいたい2万から3万5万前後この辺で落ち着いてるんで、これも労働収入といえば労働収入かなと思います。ということで私のやっているエンプロイメント、労働収入っていうのは、多分お勤めとかバイト、会社員っていうのとちょっと形が違いますけども、やってるのは労働ですから多分一緒だと思います、うん、でスモールビジネスもあって、ビッグビジネスもあってってことなんですけども、私は基本的に今9割ぐらいがインベストメントなんで、なんですかね、エンプロイメント、スモールビジネス、ビッグビジネスっていうのはそれほどまでね、大きくはやってないかなっていうところでございます。ただやっぱりビッグビジネスと言えるかどうか分かりませんけども、会社経営がね、3つぐらいありますので、それがビッグビジネスといえばビッグビジネスかなというところでございますね。そんな形でね、なんかこうリスクヘッジをしながらやってるかなっていうところでございます。でもこれをね、構築するのには、私もすごい早く実現したなと思いますけども、7年丸々かかってるわけですよ。7年かかってこうなったわけなんですよね。でその途中試行錯誤もありましたけども、運よく最初から利益が取れる形で進んでいきましたので、そんなに大きな挫折はありませんでしたし、苦労という苦労、努力という努力はなかったかもしれません、ですので本当にね、ついてるなと思いました。で最後になんですけども、自分の子供とか、それから若年層の方に、もしくは若年層じゃなくても、もしね、貯金するんじゃなくて自己投資をしろっていうんだったら、じゃあ自己投資って何ですかって聞かれると思うんですよ。私の場合こういうふうに答えようと思います。自己投資っていうのは、まず法律を学ぶことね、これ自己投資。法律が分からなければもうね、何をやってもビクビクですよそれから税制を学ぶこと、税金のことが分からないのにやっぱりね、独立するべきではないと思います。それからビジネスですよね、ビジネスを成り立たせること、これはね、毎月1万とか2万でもいいんで、ちっちゃくてもいいんで、これをやったらこういう利益が生まれるってものを1つか2つ持たないとちょっとダメかなと思います。これが自己投資なんですよ。でそれから投資のスキルですよね、まさに自己投資なんですけども、投資のスキルを何か身につけるときに私は FX を進めるかなと思います。そんな感じでですね、自己投資っていうのはこの4つ、法律、それから税制、稼ぐビジネスの力、で、投資ですか。でもう付け加えるとしたら借金のスキルですね、これ4つか5つですね。だから私の要素、自己投資をするために誰かに指導するとしたらですね。で投資っていうのはどういうふうに勉強すればいいかって言ったら、投資の概念5つありましたよね、1つと4つですけども、まずは投資っていうのは余剰資金じゃないとやっちゃダメと私は思っておりますので、私に聞かれたら余剰資金でやってますかっていうふうにもう100人聞いたら100人答えます。であとはね、
いつまでにいくら稼ぎたいのか、そしていくらまでだったらそれに出せるのか、そしていくらまでの損失だったら共有できるのかという4つの条件ですね。これが合致した時に手を出すものが投資だと思ってます。この4つが合致してないものは単なるギャンブルなんで、私は手を出すことはないと思っております。そんな形ですかね。いろいろとお話ししましたけども、いかがだったでしょうか。参考になれば幸いでございます。それでは失礼します。